レーティッシュ鉄道の手に271号機フィリズール駅で入れ替え用に使用2003年現マッターホルンゴッタルド鉄道のブリーク駅と入れ替えに使用される手に日経2003年レーティッシュ鉄道手に271から73型電気機関車及びマッターホルンゴッタルド鉄道手に2系電気機関車はスイスのレーティッシュ鉄道及びマッターホルンゴッタルド鉄道で使用される 入れ替え用電気機関車である。1940年代のレイティッシュ鉄道では、入れ替え機についても電気機関車化を計画し、ラントクアルトやクールなどの大きな駅では GE2-4 型を入れ替え用に改造して使用することとなったが、一回り小型の入れ替え機に関しては申請することとなり、スイス連邦鉄道が1941年に1000ミリメートルの ブリューニック専用に2両を導入した定型の同型機を3両購入し、手に、に71から73型として1946年から使用している。また、同時期に現在では、マッターホルン・オッタルド鉄道となっている旧古河、オーバーアルプ鉄道においても、終着駅であり、ブリークフィスプツェルマット鉄道と接続する。 ブリーク駅構内の入れ替え用に小型の電気機関車を必要としていたため、レーティッシュ鉄道の機体と同型のものを一両購入して手に二型として同じく1946年から一両を使用している。本機は、車体、機械部分、台車の製造はスイス国鉄機と同じく SLM、電気部分、手電動機の製造はスイス国鉄機では魔法であったが本機では サスに変更となっており、タップ切り替え制御により最大牽引力28、KN を発揮する大型機で、価格は、レーティッシュ鉄道機で1両10万2950、スイスフランである。なお、それぞれの基板と SLM 製板、使用開始年月日は、以下の通りである。また、 マッターホルンゴッタルド鉄道機は1959年に1041から4926号機に改版している。レーティッシュ鉄道手に、2 71から73型、マッターホルンゴッタルド鉄道手に、2系。ありがとうございます。